今回は一応、簡単に、ラズで、買った素材を、インストールしていく方法を、紹介します。まあ、基本的にこのスマートコンテンツというのを利用しすればいいと思うので、まずログインしますね。今ここでインストールしてます。このアバーなんとかっていうのをクリックしますと、まあここに買ったものが表示されますね。このままですと、インストールがされないので、これを選択してシフトを押しながら右クリックでインストール。で、あとは、このアップデートというところにクリックして、まあ、アップデートがされたものがあると、こちらにも表示されますので、その場合は、インストールアップデートを押します。で、あと、この辺のやつは、そのまま、何度やってもできないんで、残ってますが、素材としては使えてるので、まあ、無視してます。まあ、基本的には最初にスマートコンテンツでインストールするというのが、私はいいと思います。ただし、ここでインストールできないものも、プラグインとかいうのがあって、それはこの後で、紹介する、インストーラーでインストールすることになります。ですから、基本的に買ったら、スマートコンテンツでインストールしてから確認のために、Daz インストールマネージャーというソフトが無料で、Daz のサイトがダウンロードできるので、その両方を使えば、すべてインストールができると思います。結構、回線の状況によって時間がかかる場合が多いです。まあ、素材にもよりますけど、今回は、まあ、安く売ってたのがあるので、バイクを2つちょっと買ってみました。あとは何点かは無料素材ですが、多分ほとんど使うことはないでしょう。ただこのバイク2つともポーズが入ってないので、後々ポーズをつけるとなると非常に面倒くさいことになってしまうことになります。まあ、それはおいおい時間を見てやるしかないと思います。インストールしてる部分ですね。割ると、まあ、これはインストールができないとなってしまってるので、無視して、まあ、オールの方にすると、まあ、今インストールされたものが出てきます。今ここでソフトの問題か、サーバーの問題かはちょっとわからないんですけども、ソートがちゃんとうまくいかないんですね。オーダーデートで、本当は先ほどのやつが出てこなければいけないのに、ソートになってないんですね。まあ、やむを得ずインストールデートでやってますが、これは早く直してもらいたいですね。
で、一応これで、まあ、ちなみにですね、クリック、バイクの部分をクリックして、コンテンツライブラリのこの上の方の部分をクリックすると、このラズコネクトのビークルのこういうふうに出てくるんですね。で、このフィーチャーバイクというのが、まあ、この名前ですので、ここを右クリックでカテゴリーに入れていきます。このバイクというところに、まあ、リンクを貼るという形になりますね。そうすると、コンテンツライブラリーの方で、先ほどのフィーチャーバイクですから、これですね。まあ、こんな感じで、この部分がここに、まあ、リンクされて、それをやってカテゴリー分けをします。で、カテゴリーを分けてしまえば、まあ、いろいろ自分で、カテゴリーを作れますので、まあ、とりあえずこれをダブルクリックしますと、まあ、画面にこのように表示されて、あとは自分の好きなように、こう角度を変えて、レンダリングするとかします。まあ、本来はポーズがついてくれるとありがたいんですが、この場合はポーズがついてないので、まあ、後で、人間を、ここにインストールして、まあ、ポーズを作っていくような感じになりますね。とりあえずこれは、で、まあ、入力は終了と。ダズインストールマネージャーというのを起動しますと、が一生懸命待ちます。そうすると、ダズコネクトではなく、別の、ところにインストールされることになります。それで、ここで大事なのは、これがプロデュークとアップデートで、今4.14のパブリックベータが来てるということですね。インストールできます。あと、このアクセスされたなんとかかんとかというのは、プラグインというものになります。プラグインとかは、先ほどのやり方では、表示されないので、こちらからインストールすることになります。
まず、一応同時にはやりたくないので、ブラウンの方からインストールしていきます。まあ、すぐ、インストールは進みました。で、アップデートが来てるので、アップデートをしてみます。ただメジャーバージョンと、このベータバージョンと2種類あるので、 C ドライブの余裕があれば両方ともインストールしておいた方がいいと思います。ただ、特に問題がない場合は、インストールして、たまにおかしくなる場合もあるので、その辺は気をつけた方がいいと思います。ただ、まあ、新しいバージョンでおかしくなった場合に、古いバージョンをインストールするという手もあるみたいです。これでインストールができました。一応これで完了ですね。まあ、要は、バージョンが、2種類あるということ、メジャーバージョンとベータバージョンがあり、で、両方ともインストールができると。そのセッティングによってそれぞれが違うセッティングになる場合があるので、その辺がちょっとややこしい部分はありますが、素材そのものに関しては、インストールされているところが同じなので、同じものが表示されます。